はい、スタートマーシャルの方ありがとうございます。それでは行きましょう。第3ヒートスタートいたします。さあ、絶妙なスタートを切ったオレンジのマシンでしたが、ちょっとミスがあったのすぎにですね、トップ変わった。おっと、転倒。さあ、なかなか1周目見に来ませんけども、川崎駒、内田選手が1周目トップ、2番手2コースの石村選手、3番手3コース木村選手というオーダー。さあ、スタートして30秒を経過したところ、さあ、ミーツカップ2011日産グローバル本社ギャラリー大会、本日と明日ですね、2日間にわたりまして、こちら1階の特設会場にてですね、レースの方を運営していきます。本日はですね、全5クラス行っております。 EX クラス、オープンクラス、コンパクトクラス、 AWD クラス、フォーミュラークラス、それぞれですね、異なる車種のクラスでですね、本日は5クラスのチャンピオンを決定いたします。走行時間残り1分です。トップは依然川崎県5番の内田選手、現在バックストレート走行中、ホワイトとブルーのマシン、しかしちょっとこれ転倒。さあ、このね、コンパクトクラス、この転倒をね、いかにさせないように走るかがですね、いいタイム出る、キーとなるかと思いますけども、残り時間45秒を切っています。走行時間まもなく残り30秒です。残り20秒、トップは依然内田選手、カーゼッケン5番、ベストラップは11秒700マークしています。残り時間10秒、2番手に中島選手浮上してきた。さあ、残り時間5秒を切っています。ここで2分経過、2コースゴールです。4コース5コースゴール、レース続行中、残るは1コースと3コースです。レース続行中です。全車ゴールです。トップゴールは4コース中島選手に勝った、手ください。はい、10周2分01秒800でフィニッシュです。第3ヒート